一つ目はこちらです。うちのピッキーザショップでも扱ってるあのダンローさんの新しく出たお香ですね。こういう可愛いギフトボックスみたいに、あの3種類の一番上がこのお香立て、指輪風なやつにお香立てが入ってて、3つの香りが選べるんですね。でこれは説明書が書いてあって、2種類あって合計6種類の香りが楽しめるというお香セットが気に入って家でも使ってます。割とウッド調だったり森林っぽい感じの香りが多いかな。お香って結構あんまり良くないの、良くないじゃないですか。昔のお香のイメージってそういう感じがするんですけど、なんかすごい爽やかな感じで部屋の匂い取りにも使えるし、なんかリラックスできる香りが多いのですごくおすすめです。なんか昔より寝つきが悪くなっちゃったんで、寝る前に炊いてそのまま寝ちゃう感じが多いかな。うん。2つ目はスウェットです。僕スウェット大好きなんですけど、見えるかな、ブルシーヘンドリックスっていうブランドのスウェットで、騎士団の、ショウヤンがデザイナーのリコちゃんと仲良くて、ショウヤンがこの当て字を考えてくれて、刺繍で赤に白、白にゴールドの刺繍でドロシー・ヘンドリックスと書いてある、スウェットです。すごいヤンキー調な感じですごい可愛くて気に入ってます。どっちも入ってます。次はこちらです。はい。これは誕生日にインスタで DM してくれた、ピッキーに遊びに来てくれてるよくお客様がいるんですけど、彼が見えるかな、靴下でタビオさんで働いてる子で、あまりにもクオリティが高いので商品化しようかなと思ってて、僕のインスタのアイコンの似顔絵もこんなに、インスタ上げたらみんな DM が来ていつ発売ですかってなっちゃったので、いやまだこれプレゼントでもらったんで、まだ決まってないんですけど、商品化したいと思っているので、ぜひ買いに来てください。それをまたお伝えします。はい。続きまして、僕梅津和夫さんが大好きで、梅津和夫展を今回やってて、その内覧会のチケットが当たって、一足先に行った時にグッズをいっぱい買って、これ私は慎吾っていう漫画の一コマのイラストで油絵風になってて、飾りたいなと思って買いました。これ内覧会当たった人だけがもらえる誠ちゃんのボールペン、ニコメ小僧の前髪クリップとステッカーと、これ手ぬぐいですね。これもすごい可愛くて買いました。これも私は慎吾のグラス、結構梅津和夫の食器、僕なんかお客さんとか友達にいっぱいもらって、なんか使えない食器ばっかりがどんどん増えてるんですけど、コレクションとして持ってたいなって。これは普段でも使えるかな。気持ち悪い食器だとね、あんまり食欲が湧かないので、な感じでこれも大切なコレクションの一つとして届こうと思ってます。お次はここです。レイバンのサングラスです。僕レイバンのサングラスいっぱい持ってるんですけど、なこの形もまた大きすぎず小さすぎず、眉毛が隠れる感じが僕結構好きで、サングラスはで、これもちょっと出るぐらいで大きさがちょうどいいんだよ。ほら一気にかっこよくなりますよね。これなかなかこの形ありそうでない形で気に入ってます。サングラス30個か50個ぐらい曲げちゃったりとかもするんですけど、今度サングラスだけ持ってきてもやってもいいですね。それはそれで。お次はこのダウンジャケットです。ザ・ベリーワームっていうサスティナブルな地球環境に優しいダウンジャケットで、ペパーミントグリーンみたいな、わかるかな、フードがこう下げてる時にこうピョンピョンってなって可愛いなと思って、これも、ね、気に入ってます。季節的にね、もう3月になっちゃうけど、T シャツ1枚にダウンとかもすごい僕おしゃれだと思ってるので、 T シャツ1枚にダウン着てスウェットとかで、なんか軽やかな色味だからまだ使えそうかなと思って、これは着倒しようと思ってます。
はい、で最後がこちらになります。ヌメルベントゥーノというブランドなんですけど、それのガラジュベントゥーノっていって、日本だけでコラボしてる限定の商品のシリーズなんですけど、これも伊沢の滝さんがよくやってて、ほらいっぱいこの中にどんどん溜まってるじゃない。さらにこの中にでいろんなシーズンでコラボやって、今はこれ三浦大知くんとのブランドと滝さんのガラジュメントゥーノのコラボで、この中にさらにキャンドルがおしゃれだよねと思って、これだけでも可愛いんだけど、これも化粧品とコラボとかで使ってるやつで、これも可愛いし、これもなんかすごい使えるから、すごい毎シーズン毎シーズンバ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 ン新しいのがどん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 ガラジメントゥーノが増えていって嬉しいです。使いやすいし、取っ手がついててたすき掛けできるので、で前もらったバッグのたすきがこっちにもつけて、こっちにもつけてって、どん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 あの平行利用なんていうんですかね、すごい重宝してます。これもなんかどん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 お家に仲間が増えていって嬉しいです。